宇治周囲物語より、未同関白殿の犬、宇治周囲物語は、鎌倉時代前期上級3年成立と推定される、日本の説話物語集である。根尺物語集と並んで説話文学の傑作とされる。編著者は未詳。題名は、一書宇治大納言物語から漏れた話題を拾い集めたもの、という意味である。他にも、 周囲春帝のもとに原本があったことからの呼び名とも、全員197話からなり、15巻に収めている。古い形では上下の2巻本であったようだ。収録されている説話は、序文によれば、日本のみならず、天竺や大東の三国を舞台とし、哀れな話、おかしな話、恐ろしき話など多彩な説話を集めたものであると、解説されている。ただ、 オリジナルの説話は少ない。先行する、説話集と告示する話が、根弱物語集とは約60話、古本説話集とは23話、古事談とは20話ある。他にも、実機日照、内儀記集などに類似の話が見られる。貴族から庶民まで幅広い登場人物が描かれている。また、日常的な話題から、国慶談まで。 内容も幅広い。芋粥や、えぶししり集は、芥川龍之介の短編小説の題材に取り入れられている。宇治集い物語に収録された説話の内容は、大別すると次の三種に分けられる。民間伝承には、わらしべ長者や、すずめの恩返し、小太りじいさんなど馴染み深い説話が収められている。仏教に関する説話も含むが、どちらかというと挨雑。 ユーモラスな話題が多く、教訓や啓蒙の要素は薄い。信仰心を促すような価値観に拘束されておらず、自由な視点で説話が作られている。その意味において、中世説話集の中では、得意な存在である。後世の清水省などに影響を与えた。権略2年上級3年成立と推定される。序文では、 この説話集の成立の経過について、次のようなことが書かれている。まず、宇治大納言と呼ばれた、貴族、高国によって書かれたという、宇治大納言物語が成立した。その後、宇治大納言物語が、過失、造補される。この物語に漏れた話、その後の話などを拾い集めた、周一集が編まれた。いずれにしても、成立について諸説あるが、 古事談を直接の出典としている話が、放含されていることにより、その成立期である、権略期であるとする説や、第159話に、ゴトバインという死亡が出てくるのでこの死亡が出された、民事三年以後間もなく、とする説もある。元尊の、宇治周囲物語は、こうして成立したらしいが、三、が、さらに消失された番であるという見方もなされている。一方で、 この序文自体が偏社もしくは、後世の創作であるとする説もある。二十数種の伝本があり、古本系とルフ本系に大別される。前者は、宮内庁所領部合書本が代表的な伝本。後者は、万事二年半本で、差し入りで、内閣文庫他に現存する。ありがとうございます。